東から訪れる竜が新たな風を運ぼうとしている。でもその風は水面をざわめかせる兆し。東風は気まぐれに荒れ狂い、雨を降らせては船乗りたちを悩ませるもの。もたらされるのは災いの嵐、それとも祝福の雨。呼んでいる。あなたは誰？今のは一体。ディーネ？テレーゼ。よかった、姿が見えないと思ったらこんなところにいたのね。ごめんなさい。もう、目ですからね。夜の水辺はとっても危ないのよ。さあ、帰りましょう。うん。今の光は、湖の底から。ダメよ！まだダメなの！ここにいちゃダメ！テレーゼ、早く帰ろう！ええ。カイト、正式に僕らと行動を共にするにあたって、これからの活動方針を君にも分かるよう丁寧に説明しよう。ああ、聞かせてくれ。晩餐会の話は覚えているよね。マトリックスを研究する13人の学者が集まって作った組織だったかな。彼らが残した7つの暗号に思考の英知への手がかりが隠されているだよな。その通り。僕たちルシフェルの目的は、他の組織より先に思考の英知を探し出し、これを破壊すること。そのためには晩餐会が残した暗号を解くのが一番の近道だと思われる。なあ、気になったんだけど、お前たちは本気で思考の英知ってやつを破壊するつもりなのか？そうだよ。いいのか？マトリックスの研究者だったら誰もが欲しがる英知なんだろ？確かに、研究対象として興味がないかといえば嘘になるだろうね。ほら、やっぱり。でも僕たちはマトリクスを悪用するために研究しているわけじゃない。自分たちだったら良い方向に使いこなしてみせるとか考えたりしないのか？土壇場になって壊すのが惜しいなんて言葉、俺は聞きたくないぞ。そういう考えは僕らの理念に反するものだ。この組織ルシフェルは、英知が人の手に負えるか否かを監視するためにある。監視の結果、人の手に負えない存在だと結論付けられた場合は、実力をもって排除するということか。そう、それがこの組織を作り出した創始者の理念だ。なるほど、よくわかったよ。しかし、英知を悪用しようと考える者たちにとって俺たちは邪魔者でしかない。ウラノスに限らず、英知を狙う連中は全て敵になる可能性があるってことだな。だからこそ他の組織に先んじて英知を探し出す必要があるのか。そして英知を悪用する者たちへの抑止力となるためにも、俺たちが強くなることも必須だ。日本での敗北を繰り返さないためにもな。現在我々は7つの暗号のうち、法王の剣に関する調査に入っている。
晩餐会が残した手がかりによれば、遺跡を守護する妖精がその扉を開く鍵だというけれど。ええ、現在仲間たちが妖精の住む湖と呼ばれる場所の調査に向かっています。これからは調査の一つ一つが英知への貴重な手がかりとなる。みんな気を引き締めて当たってくれ。了解。カイト、君に頼みたいことがあるんだけど。君一人でも大丈夫かな。おい、頼みたいのか頼みたくないのか、どっちなんだよ。まあ、何事も経験が大切だって言うからね。君に一つ、特別な任務を言い渡そう。特別な任務？ああ、出かける準備ができたら僕のところまで来てくれ。了解。いろいろ聞きたいことがあるんだけど、いいか？何が聞きたいんだ？たまたま知り合いだった教授がこの船の関係者だった、それだけのことだ。一応そいつは凄腕のバリアントだったようだが、ウラノスの襲撃から新米バリアントをかばってあっけなく死んでしまった。簡単には死にそうにないふてぶてしい男でも、死ぬ時は死ぬものだからな。お前も死なないように気を引き締めておけ。お前がジェフティの助手だって聞いたんだけど。名目上はそういうことになっている。ジェフティに代わり現場へ出向いて対象を調査してくるのが主な仕事だ。サイファーパンクへの潜伏調査もその一例だった。潜伏調査の他はターゲットに接触して情報を聞き出すこともある。助手と呼ぶより石膏かスパイといったところだな。調査を悟られて裏切り者と罵られたこともあるが、こういう仕事もここでは必要だ。質問の意味が曖昧すぎる。だが個人的な感想を思うままに言うなら、割と普通っぽいやつが守護者の末裔だと知って少し驚いた。普通っぽくて悪かったな。なんて冗談。太もも。はい。むっちりしている方が良い。お前、涼しげな顔で大胆な発言をするんだな。そうか。よし、元気か？ようやくお目覚め、新人の割にいい態度よね。プランかよ。なんかまた妙な夢を見ていた気がするんだ。ああ、それはエルモが見ている夢をあなたも一緒に見ていたのよ。エルモの私やフライは夢を見ないけど、エルモはよく夢を見るの。ねえ、夢の中で何を見たのか覚えてる？あんまり。なんか暗闇の中で水面がピカーって。なんだか意味深ね。ジェフティが調査していた遺跡と関係あるのかしら？
は多忙なんだから邪魔しちゃダメよ。了解。ところで俺の部屋に飾ってある食客ってどういう意味だよ。居候って意味よ。それじゃ今日もお仕事頑張ってきてね。頑張ってねーか。何をデレデレしておる。かわいいなにゃんこの桃色肉球。いって、なんで噛みつくんだよ。ふん、我は肉球じゃなくて悪かったな。別に、Cとお前を比べたわけじゃ。肉球ごときに越に行っている暇があったら、さっさと新しい任務がないか操舵室に行って確認してこい。了解。なあガウェインさん、気になってることがあるんだけど。この船に猫がいるよな。ああ、Cのことですね。猫がいるからってまさかネズミまでいるわけじゃないよな。ネズミなんていませんよ。まあいたとしてもゴキブリぐらいじゃないですか。いるのか。船内でネズミ捕獲装置を見かけたことはありませんが、ゴキブリ捕獲装置ならあったような気がします。食料や物資の搬入時に紛れ込んでしまったのかもしれませんね。およ、深刻そうな顔をして。まさか苦手とか。うちは兄弟揃ってダメだった。いつも奴が出てきた時は鬼原先輩を呼んで退治してもらってたんだ。それはつまり退治もできないぐらいダメということですか。まあ誰にでも苦手なものはありますし、ジェフティーなどはトカゲが苦手で大変みたいですよ。トカゲ型のデモンズが現れた時は羽をむしられた鳥だと自己暗示をかけているとか。俺、やつに関しては理由はわからないけど本当にダメなんだ。もうその名を思い出すだけでも鳥肌が。何かトラウマでもあるんですか。心当たりはないんだけど、もしかしたら姉さんがものすごく嫌がってる姿を見ていたせいかも。ああ、なるほど。刷り込みというやつですね。姉さんは奴らをすごく嫌っていたから、俺が奴らを退治しようとすることすら嫌がっていたんだ。だから俺、一度も奴らと戦ったことがないんだ。お姉さんは最愛の弟がそれに近づくことすら拒んでいたというわけですね。うん。俺、やつらと対面したとき、初めてでもちゃんと戦えるかな。カイト君、心配は無用です。その時は私を呼んでください。お手伝いしましょう。ありがとう、ガウェインさん。ガウェインさんには何か苦手なものがないのか。私の苦手なものですか。うん、教えてくれ。俺が代わりに退治してやるから。もうカウェインのバカ、おたんこなすステリンキャー。私の苦手なもの。今度私を止めようとしたら踏んづけてやるからね。カイト君、その話はまた次の機会にということで。なんだよそれ。俺、ガウェインさんの役に立ちたいんだ。カイト君、
ガウェインさん。ああ、そういえば私、ちょっと用事が。ガウェインさん、待てよ。やあ、カイト。待ってたよ。頼み事ってなんだ？この手紙をローテンブルクにいるシスターベルに渡してほしいんだ。いいけど、そのベルって人はローテンブルクのどこに行けば会えるんだ？町に行けばすぐに見つかるよ。彼女は人目を引くとびきりの美人だからね。あの町はロマンティック街道の宝石と言われるぐらい美しい街なんだ。それに僕らがよく利用するショップもこの街にあるから、色々見て回っていきなよ。へえ。本当は君を一人で行かせるのは不安だけど。子供じゃあるまいし、待ち合わせの相手に手紙を渡してくるだけだわ。楽勝だって。それならいいけど、街で変にはしゃぎすぎてかむられたりしないでね。了解。ジェフティ、例の件はカイト君に依頼したんだね。ええ、僕たちと違ってカイトは相手に顔を知られていませんからね。それに彼は不思議と堅くなな人の心を開かせてしまう力がある。君が彼に対して心を許したようにかい？バカな。僕はまだ彼に対する警戒心を解いたわけじゃありませんよ。失礼します。外に出られたぞ。おい、スイヒ、一体どういうつもりだ？常にカバンの中というのも退屈だ。たまには外を見てみたい。おいおい、何を唐突に。町に来ると時々嗅いだことのないうまそうな匂いがする。食い物屋の匂いだろ。おい、今のはお前の腹の虫の音か？バカを言うな。我はただ異国の様子をこの目で見て見聞を広げたいというだけであって、断じて我の腹の虫ではない。今回だけだぞ。デモンズにでも間違えられたら大変なことになるんだからな。好きなもん買ってやるから、おとなしくぬいぐるみのふりをしてろ。承知した。この年になってぬいぐるみを抱っこしながら買い物って痛いよな。カイト、この地方で有名な食べ物とは何だ？ああ、実はここに来る前に船で調べておいたんだ。そうだな、こっちだとウルストって名前らしいけど、焼きソーセージ屋があるって。うん、他は？あとは伝統菓子だな。確かバームクーヘンの発祥もこの地方だ。今だと季節外れだけど、ドライフルーツたっぷりのシュトレンもうまいし、トルテもいいな。チョコレートたっぷりのザッハトルテとか。チョコレートはいらん。何かもっと我に似合う大人の味をだな。ああ、ここなら
シュバルツバルト地方名産品の蒸留酒が。何？酒か？良い酒があるのか？ああ、ケーキ作りに使うサクランボのリキュールのキルシュバッサーがある。ケーキの話はもういい。他はないのか？他は粉砂糖たっぷりの揚げパンのクラップフェンは却下。じゃあ焼き栗とか？もっと食べがいのありそうなものはないのか？わかった。じゃあプレッツェルにしよう。それはうまいのか？ソーセージと一緒に食うとうまいらしいぞ。ではその両方だ。それじゃ、それで決定いっと。しかしカイト、お主やけに食い物に詳しいな。あなたがシスターベル？ええ、そうですが、あなたは？俺の名前はカイトって言います。あなたに手紙を渡すよう頼まれたもので。ああ、そうでしたか。また治療の依頼ですのね。治療の依頼？あなたはこの手紙の内容をご存じないのですか？ああ、だって人の手紙を勝手に見るわけにいかないだろ。そうですわね。手紙は確かに受け取りました。ではお引き取りください。手紙は確かに渡したよ。それじゃ俺はここで。まあ、私宛てにお手紙ですの？ミリアム様？ダメですわよベル。私がここにいるのは秘密なんでしょ？お嬢様、外出はお控えくださいと申し上げたはずです。あら、こちらにいらっしゃるお方は？俺ですか？まあ、驚きましたわ。あなたったら竜を連れた魔法使いさんにそっくりなのね。え？お嬢様、見知らぬ方と口を聞いてはなりませぬと、あれほど。大丈夫よベル、このお方は悪い方ではありませんわ。お嬢様にかかったら全人類は善人だけになってしまいます。そもそも動き回られてはお体に触ると何度も。ベルったら心配性ね。そうね、少しフラフラするような気もしますが、ここに来るまで3回しか倒れていないわ。お嬢様。大丈夫よ、うっかり段差を踏み外してしまっただけですもの。おい、あんた、それは大丈夫じゃないだろう。あ、ほらここ血が出てるぞ。血はダメ。おい、ちょっとしっかりしろ。すぐにお部屋へお運びしなくては。わかった、手伝うよ。すみません、お願いします。あの子大丈夫なのか？もともとお体が弱い方ですので心配でございますが、おそらく不意に血を目にされたのがいけなかったのでしょう。血が苦手なのか？他人の怪我でしたらどんな傷を見てもひるまない方なのですが、どうしてかご自身の血を目になさるとあのように。ただでさえうっかりお転びになってよく怪我をされる方なのに、自分の血を目になされて倒れてしまわれるなんて、本当に困ったお方なんです。それじゃあ怖くて一人で外を歩かせたくないな。ええ、本当に
傷ついた生き物を見つけることだけは得意のようですけど、癒しの奇跡を使えばご自身の命が削られてしまうというのに、この方は。癒しの奇跡？あら、死者の方なのにご存じなかったのですか？ミリアム様は癒しの力を持つ聖女様ですよ。まさか俺が届けた手紙の内容って。おそらくミリアム様の癒しの奇跡にすがる方からのお手紙でしょう。ミリアム様は余命半年もないと言われているのに。半年って、あの子どこか体が悪いのか？言ったでしょ、癒しの奇跡は己の命を代償として支払うのです。様々な命を癒し続けた結果、ミリアム様の命は削られてしまいました。こればかりはそれこそ奇跡でも起こらない限り助かりません。そんな、おや、ミリアム様、ようやく気づかれましたか。またあの子が泣いていた。夢の中で竜を連れた男の子が泣いて。もう大丈夫か？そう、あなたが泣いて。俺が？そうですのよ、竜を連れた魔法使い。あなたはいつも悲しい顔で。俺は泣いてなんかいないよ。悲しいことなんて何もないから。ミリアム？あらあら、またお眠りになられてしまわれたようですね。なんだか夢の中の誰かと俺を間違えていたみたいだな。いいえ、もしかしたら本当にあなたの夢を見ているのかもしれませんよ。この方は聖女様です。まれにですが夢の中で未来を見ることがあります。ミリアム様の未来であなたの悲しい泣き顔は見えるですか。熾烈の涙で泣ければよいのですが。そういう言い方するなよ。まるでこの子が。この方の死は確実です。あと1年待たず命の炎は消えゆく定めにあるのです。今のミリアム様はある方の命を救いたい一心でその命をつなぎ止めています。ですがこの方にはあとどれだけの時間と命が残されているのでしょうね。今日はいろいろすみませんでした。あの子、一人で部屋に残してきて大丈夫だったのか？大丈夫ですよ。ぐっすりお眠りのようでしたし、起きてこられることは。ベイルはぁ、あ、はぁ、あ、よかった、間に合いました。お嬢様、まさかここまで走って。大丈夫よ、一度しか転んでいないから。それよりちゃんとご挨拶を。私はミリアムと申します。あなたのお名前は？カイトだ。カイト様ですね。ミリアム様、少しはご自身のお体をご自愛ください。このままでは私の寿命まで縮んでしまいそうです。ごめんなさい、もう少し転ばないように私も気をつけます。お部屋に戻りますよ、ミリアム様。ええ、カイト様、またどこかでお会いしたら声をかけてくださいね。
ああ、またな。ああ、分かってるよ、水妃。本当にあの子の命があと半年しかないなら、もう。そうだな、会える時を待たなくても会いたい時に会いに行けばいいんだよな。さあ、船に戻ろう。いつもありがとうございます。私は依頼通りの仕事をこなしただけよ。お礼なんて必要ないわ。それよりちゃんとした自警団を用意した方がいいわよ。私だっていつでも駆けつけられるわけじゃないんだから。ヘルマさんならここの自警団長にもなれると思いますけど。私、一つの場所に縛られるのって嫌いなの。それじゃ、上司様によろしくね。あら、こんにちは。あの、今自警団がなんとかって、ここにもデモンズが出るんですか？心配しなくても、上司様に雇われた人たちが定期的にデモンズを退治しているわ。それより、ちゃんと前を向いて歩きなさい。デモンズに襲われる前に、観光客は悪い人たちにかもられるわよ。え？ヘルマさん、今のセリフは観光係として聞き捨てなりませんよ。はいはい、ここは比較的治安もいい街ですよ。城の観光案内の若者がだらしなく居眠りしてても安全な程度にね。ヘルマさん。それじゃ、上司様への伝言忘れないでね。まったく。遅い。ごめん。シスター・ベルにはちゃんと手紙を渡してきてくれたのか？ああ、ちゃんと渡してきたよ。子供じゃないんだから、お使いの時くらい寄り道はほどほどにしなきゃダメだよ。了解。ダメなものはダメです。何の声だ？ですから、その遺跡は後で我々が調べに向かいます。姫はすぐにこちらへお戻りを。もういい、カウェインのバカ。姫。はあ、どうかしたのか？電話を切られてしまいました。誰からの電話だったんだ？君と同じく船に同行している新米のバリアンです。調査員の手伝いに行ってもらっていたのですが、ある遺跡を見学してから帰ると言われまして、デモンズが出る可能性は低いのですが。心配なら様子を見に行けばいいじゃないか。そういうことをすると過保護だと怒るんですよ。そうだ、カイト君、私の代わりにサラの様子を見に行ってもらえませんか？いいですよ。この写真に写っているのがサラです。
その子ってガウェインさんの娘？まさか。まだそんな年じゃありませんよ。彼女は妹のようなものです。それじゃあくれぐれもさらには見つからないようにお願いしますね。ここがあの有名な白鳥の湖ってやつか。さてと、サラって女の子はどこかな。カレル、探したわよ。こんなところにいたのね。ちょっと気になることがあって。気になること？うん、きっと気のせい。ごめんね、心配かけて。お茶の用意ができたわよ。みんなが待ってるから行きましょう。うん、なんだろう、妙な気配を感じる。あれがサラか。遺跡の見学って聞いたけど、あれはどう見てもピクニックだよな。が焼き上がりましたよ。うわー、美味しそう。ありがとうテレーゼ。いいのかな、初めて会ったばかりなのにこんなにおもてなしをしてもらって。いえいえ、この辺りにはめったに人が来ないものでつい嬉しくなってしまってね。いいね。ではこの湖の近くに住んでいるんだ。ええ、向こうに見えるお屋敷が私たちの家です。あそこは確かルーペント博士のお屋敷ですよね。でも確か博士には子供がいなかったような。ルーペントおじい様は私の父の後見人だった方です。父と母が亡くなった後、おじい様が幼かった私を引き取ってくださいました。それじゃあ、その子はテレーゼさんの妹？うんうん、テレーゼはビーネのママだよ。ママ？ええ、私がこの子のお母さん代わりですから。びっくりした。なんて若いお母さんなのって思っちゃったわ。私もサラさんがバリアントと聞いて驚きました。そうだけど、私はまだ見習いなの。僕もバリアントの見習いです。見習いだとあんまり大きな仕事はもらえないのよね。でも、こんな風に遺跡の上でのんびりお茶を楽しむなんて、見習いのうちじゃなきゃ許されないでしょうね。うん、リーネものんびり大好きだよ。そうですね、お日様もポカポカですし、なんだか眠く。カレル、あなた遺跡の調査をしに来たんじゃなかったの？いけない、そうでした。だいたいね、よそのチームのバリアントが目の前にいるのに緊張感なさすぎ。大丈夫ですよ、サラさんはいい人ですから。それに僕らは鳥です。鳥？ええ、ノアルタカは爪を隠す、だから大丈夫なんだってユーグが言ってました。あなたのどこが爪を隠した鷹なのよ。あらあら、二人ともあっという間に仲良くなっちゃったんですね。そうじゃなくて、テレーゼもこの子に何とか言ってあげてよ。あらあら、
リンボさんは目ですよ。せっかくなんですから、お茶の時間ぐらいのんびり楽しみましょうね。はあ、それもそうね。ま、そんな感じで地元の人たちと仲良くピクニックしてたよ。ピクニックですか。遺跡の見学には見えなかったけど、まあいいんじゃないか。特に危険な様子もなかったし。ええ、そうですね。それじゃ、俺はこれで。ああ、待ってください、カイト君。せめてものお礼です。受け取ってください。サンキュー。ありがたくいただいておくよ。何かひどいこととかされていませんよね。何の話だよ。取り乱してすみません。先日あなたの写真を持った男が現れたんですよ。俺の写真？ええ、眼鏡をかけたトレンチコートのこわもての男があなたを探してました。俺を探していたって、でもあったわかりません。でもあれは絶対に何か危険な仕事に身を置いているような人ですよ。眼光の鋭さといい、ほんと凶悪犯を絵に描いたような恐ろしさでしたから。メガネでトレンチコートで凶悪犯顔って、まさか鬼原先輩のことか。カイト、てめえ、こんなところで何をやってやがるんだ。またぞろデモンズの件に首を突っ込もうとか考えているんじゃねえだろうな。いや、あの人がここにいるはずないか。とにかく気をつけた方がいいですよ。相手は素手でクマを殺しそうな殺気を放っていましたからね。あったらきっと殺されちゃいますよ。ありがとう。気をつけるようにするよ。ええ、ぜひともそうなさってください。ああ、ラー様、ドラゴンの人形を持った少年がいますよ。なに？ビスト、それは本当か？ドラゴン好きに出会うなんて、ユニコーンの盾紙が逆立ったようにグレイトだぜ。おい、妙な奴が友好的な笑顔を輝かせながらこちらに近づいてくるぞ。う、とりあえず敵意は感じられないし、おとなしく様子を見よう。どうなっても我は知らぬからな。よ、お前はドラゴン好きか。お前は、そうか、お前もドラゴン好きなんだ。よし、俺とお前は今日からドラゴンライバルだ。はあ？この出会いはまさに晴天の霹靂。コカトリスとグリフォンが豆腐屋の角で出会ったようなものだ。ああ、俺は今猛烈な感動の嵐の中にいる。さあ、俺と共にありあらゆるドラゴンについて熱く語り合おうじゃないか。あの、ラー様、そこにいた男の子ならとっくに逃げちゃいましたよ。なんだと？俺としたことがシャイなドラゴンボールを困らせてしまった。
ラン様、おたわむれはその程度に。おう、ルエナか。今日は何の報告だ。下調べが終わりましたので、そろそろラン様にも頑張っていただきます。そうか、いよいよ俺の船を取り戻す時が来たんだな。ええ、ドラゴンに頭を抜かしている場合ではありません。じゃあ行くか。ベイダービスト。よい。はい、了解です。はあ、なんか濃いキャラクターだったな。ああ、濃さのあまり空腹感が失せてしまった。うん、まあ今は平気でも後でまた減るだろうから。帰ったら何か用意しておくよ。うん、そのように頼む。ライカ、困ったことになったね。ああ、まさか銀の小さじからこんな形で依頼が来るとはな。おいおい、その銀の小さじってのは一体何者なんだ？集団なのか、それとも個人を示す名前なのかは分かっていない。ただ、何百年も前から存在している凄腕の探し手だ。探して？うせ者や行方不明の人を見つける魔術師のことですよ。しかも銀の小さじの仕事成功率は9割以上と聞きます。私も頼めるものならある人の行方を探してほしいのですが。その人に頼めば姉さんやシズイの行方もわかるのかな。だな。今回の依頼はデモンズ退治だ。ぼんやりしていると危ない目に遭うよ。ああ、でもさ、7つの暗号に関する調査を差し置いて受ける依頼かよ。確かに今は少しでも時間が惜しいけれど、銀の小さじから提示された成功報酬が問題なんだ。その報酬内容はウラノスに幽霊船の居場所を教えないという約束だ。そうか、凄腕の探し手ならこの船ぐらい簡単に見つけてしまうから。銀の小さじは一度交わされた約束を破ることはない。デモンズ退治でこの約束が得られるのなら安いものだよ。とにかく俺たちはデモンズを倒してくればいいってことなんだよな。そういうこと。ちょうど話も終わったところで船も現場に着いたようだね。さあ行こう。なんとかデモンズたちを片付けることができたな。僕らにかかればこの程度ってことさ。
お久しぶりです、ジェフティ様。君は、ブエナ？なんでこんなところに？誰だ？ああ、僕の知り合いに仕えている秘書だよ。表向きはね。表向き？彼女の仕事は、そうだね、諜報員みたいなものだと思ってくれればいい。ジェフティ様、大丈夫。ここにいるのは船の仲間だ。君の正体を知られて困る相手じゃない。了解しました。それからジェフティ様にこれを。これは銀の小さじからジェフティ様への密書です。ああ、ありがとう。ブエナ、君には引き続きあのバカ息子の監視を頼むよ。御意。それでは失礼します。相変わらずブエナの登場には驚かされるよ。俺、自分では人の気配に敏感な方だと思っていたけど、全然気づけなかった。バカ息子の件さえなければ、彼女にはすぐにでも協力を願いたいけれど、あのバカを扱えるのは彼女くらいだからね。さあ、仕事は片付いたんだ。船に戻るとしよう。それでお手紙はちゃんと渡していただけたのかしら。はい。でも困ったわね。あの程度のデモンズでは物足りないなんて。あの船を襲うとしたらもっと強いデモンズが必要になるのかしら。それはあくまで襲うのならばの話ですか。確かにウラノスには船の居場所を教えないと約束しましたわ。でもそれはウラノスにはというお約束です。私もデモンズイコンに興味がありますの。それはまだまだです。お楽しみはこれからですわ。すべては舞台に役者が揃うまで待ちましょう。調査に向かっていた仲間から救難信号が入った。救出に同行してくれ。仲間って暗号に関する調査に行った連中か。詳しい説明は後だ。ガウェインが先行している。俺たちも現場に向かうぞ。連れてきてあげるから、それまでここで待っていて。
ダメです。姫を危険な場所に行かせるわけにはいきません。私が行きます。姫は皆が来るまでここで待機していてください。みんなが来るまでなんて待てないわ。今遺跡ではあの子がたった一人でテレーゼを守っているのよ。言い争っている暇はないの。あなたより足の速い私が行くわ。ダメです。私にはあなたの命を最優先に守る義務があります。いい加減にしなさい、このわからずや。姫、話しなさい、ガウェイン。それがあなたの務めであることは私も承知しています。でも物を守れなくなる義務ならば不要です。捨ててしまいなさい。できませんよ、姫。サラ、ジェフティ、後ろの人は何？新入りのカイトだよ。詳しい自己紹介は後だ。状況を教えてくれ。この遺跡で知り合った友達が少し離れていた間にレモンズに囲まれてしまったの。こっちよ、私についてきて。何匹かは倒せましたけど、さすがに数が多いですね。テレーゼさん、大丈夫ですか？ええ、私は平気です。それよりあなたが。大丈夫です。僕だって一応バリアントですから。それに痛いのは慣れっこです。カレル、テレーゼ、サラさん。待ってて、今すぐ助けるから。なんとか全てのデモンズを倒せたようだな。サラだけだったら危なかったかもしれない。間に合ってよかったよ。それにしてもあのカレルという子、一人でデモンズと戦っていたそうですね。ああ、まだ見習いだそうだが。でもちょっとクタクタです。小さいのに一人でずっとテレーゼさんを守ってたなんて、よく頑張ったな。いえ、そのそうね、カレル、偉かったわよ。待っててね、今私が手当てするから。姫、ダメです。姫の治療は、ちょっと、その…お前、死力を尽くしたこいつにとどめを刺すつもりか。何よ、もう治療ぐらいちゃんとできるわよ。みんな失礼なんだから。いや、ライカの意見は正しい。よその見習いバリアントを負傷させたとなれば後が大変だ。何よ、ジェフティーまで、ひどーい。あの、
これくらい平気ですから。カレル君たら目ですよ。傷口からバイ菌が入ったら大変です。はい。さあ手当てしますから他の皆さんも傷を見せてくださいね。お兄ちゃん、テレーゼを助けてくれてありがとう。どういたしまして。お兄ちゃんは怪我してない？ティーヌが手当てしてあげる。ティーヌ、君は？お兄ちゃん。カイト、そろそろ戻るぞ。お兄ちゃん、今度二人だけでお話ししてくれる？ああ、構わないよ。さっきディーネと触れた瞬間に感じた違和感、あれは一体何だったんだ？カイト、あやつは人ではない。我と同じ精霊の類だ。あの容姿は仮の姿に過ぎない。あの、か弱そうな女の子が水妃と同じ精霊？ひょっとしてあの子が晩餐会が残した記録にある扉を開ける妖精なのか？あれもまたあやつの一つの姿なのだろう。しかし我の場合、カイトとの契約によってこの姿を保っておるが、あのままではいずれあやつは。わざわざ送っていただいてすみません。いえいえ。しかし変ですね。デモンズの出現する条件がスワンレイク劇場跡には見当たらないのですが、事実ああしてデモンズが現れたことを考えると再びないとは言い切れません。ですからテレーゼさんにはこれを渡しておきます。これは？それを使えば何かあったとき僕らの元に救難信号が届きます。残念ながら僕らがすぐに駆けつけられるという保証はできませんが。まあ、お気遣いありがとうございます。またお時間があるときにでも遊びに来てくださいね。いいね。カイトお兄ちゃん、またね。うん。あれ？カレルがいつの間にかいなくなってるよ。仲間の元にでも帰ったんだろ。ちゃんとお別れの挨拶くらいしたかったのにな。遊具たち、遅いな。ここにいたのか。遊具！外出するなら、ロディオンを連れて行けと言ったはずだぞ。あ、ごめんなさい。余計な傷増やしてきやがって。遊具、例の遺跡でデモンズが出ました。デモンズは出ないはずなのに変です。彼女の覚醒を促そうと資格を送り込んできたってとこかもな。資格を送る？一体誰が？あの女に決まってるだろう。あいつにとっては俺たちの命は紙くず同然だ。巻き込んでも何とも思わない。どうせディーネの消滅まで時間がないから焦っているんだろう。カレルを傷つけられたのにお前は怒らないのか？怒る？ロディオンはこういう時に怒りを感じるのか？ユーグ、ふざけているのか？大切な同胞を傷つけられたら普通誰でも、
そう言われても俺は研究所育ちで普通じゃないからな。すまない、お前はそうだったな。いいよ、お前に謝られてもウラノスにいじられた部分はどうにもならないし、作戦は予定通りに行う。彼らが接触した船の奴らがどう動くかが気になるが、どうせなら奴らにも踊ってもらうことにしよう。やあ、サラ。なんだよ、人の顔をジロジロ見て。新しいバリアントにどんな人が来るのかと思っていたけれど、はあ。なんだよそれ。だって思いっきり普通の男の子なんだもん。私が船に乗るときはものすごく反対されたのに不公平よ。そりゃあ君みたいな子供を船に乗せるってなったらみんな反対するだろう。私が子供？そういうあなたは一体何歳なのよ。17だけど。やっぱり私と少ししか違わないじゃない。それにこの船にはジェフティーだって乗ってるのよ。どうして私はダメなの？まあ確かにジェフティはすっごく頭がいいけど、でもやっぱり不公平よ。まあまあ、今は船に乗れてるから別にいいだろ。そういう問題じゃないわ。私の時はガウェインのおまけで仕方がなくだったのよ。ああ、ガウェインさんは強そうだしな。強そうじゃなくて強いの。それにね、料理も得意だし掃除も洗濯もアイロンがけだって得意なのよ。あとは乗馬も得意だし剣道や柔道も強くて、苦手なのはダンスくらいかしら。へえ、ガウィンさんって何でもできるんだな。そうよ、でも何でもできちゃうから困っちゃうわ。ガウェインに私にも手伝わせてって言っても何もやらせてくれないのよ。練習なら付き合いますが手伝いなら必要ないですよなんて、ほんと失礼だわ。確かに料理も掃除も洗濯もガウェインの方が私よりも上手だけど、うちの姉さんも何でもできる人だったから昔はそんな感じだったな。昔はってことは今は違うの？うん、実は俺子供の頃に死にかけたことがあったんだ。え？それ以来姉さんは俺に対してすごく過保護になってさ、今考えれば大怪我をした後なんだから仕方がないことだったんだけど、何かにつけカイトは何もしなくていいわよなんて言うもんだから反発しちゃったんだ。でも例の事件で姉さんがそういう態度を改めてくれるようになったからな。例の事件？ああ、いつものようにあなたは何もしなくていいって言われた後、俺悔し泣きしながら家を飛び出して、そのまま飛び出した先の道路で車に跳ね飛ばされちゃってさ。まあ軽く骨にひびが入る程度で済んだんだけど、以来何でも手伝いをさせてくれるようになったよ。怪我した体でニコニコ手伝いしていたわけね。我ながら危なっかしい子供だったんだろうな。今冷静に考えると姉さんには本当に心配をかけたと思っているよ。でもさすがのガウェインもそれなら効果抜群って感じかもしれないわ。いや、
頼むから車にはねられたりするような真似だけはしないでくれ。そんなバカみたいな真似私がするはずないでしょ。だけど。もう口うるさいのはガウェイン一人で十分なんだから。だいたいあなただって新米バリアントなんでしょ。私の心配をする前に自分の心配をしなさい。了解。やあ、ディーネ。お兄ちゃん。さっきは怖い目にあったね。もう気分は落ち着いた？うん、大丈夫。あのね、ディーネ、大きい男の人ちょっと苦手なの。ライカはともかく、ガウェインさんは優しそうだろ？お兄ちゃんが一番優しそうだったの。そうか、だから俺と話がしたかったんだな。ねえお兄ちゃん、バリアントさんはいつも怪我ばっかりなの？いつもってわけじゃないけど、まあちょっとはな。怖くない？だって痛いんだよ。大切なものがあるから、どんな痛みを感じようと頑張れるんだよ。大切なもの？ディーネだって大切な誰かいるだろ？うん、ディーネの大切はテレーゼだよ。あのね、テレーゼはディーネのママになってくれたの。ディーネ、ずっとずっと長い間一人ぼっちだったからすごく嬉しかった。ディーネはね、テレーゼがここに来てくれたから目覚めることができたんだよ。やっぱりこの子は水妃の言う通り。ディーネ、間違ってたらごめんよ。俺、ディーネみたいにずっと眠っていたやつのことを知っているんだ。君はひょっとしたら。ディーネもその子と同じだよ。そうか、やっぱり君は妖精だったんだな。ディーネは一体どれくらいの間一人で眠っていたんだ？うん、テレーゼが生まれるずっと前から。テレーゼはこのことを知っているのか？うん、なのにテレーゼはディーネを人間と同じように優しく接してくれる。あのねお兄ちゃん、デモンズが現れたのはディーネが中途半端な存在だからなの。え？このままじゃまたデモンズたちは襲ってくる。ううん、それだけじゃない。だから期限が来る前にディーネはテレーゼと契約しなきゃいけないの。でも俺と水妃のようにディーネもテレーゼと契約を結ぼうっていうのか？本当はずっとこのままテレーゼと一緒にいられたらいいんだけど。何を言ってるんだよ。契約をするからいつも一緒にいられるんじゃないか。ううん、違うの。テレーゼとカイトでは違うということだな。水妃、あなたがお兄ちゃんと契約を交わした理由ね。いかにも。俺とテレーゼが違うってどういう意味だ？あの娘はお主と同じく遺跡の守護者の血を引くものだが、古の力は持たぬようだ。ディーネがあの娘と契約をした場合、二度と言葉を交わすことはできぬであろう。
そんな。テレーゼと出会えてディーネはとても温かく幸せな気持ちを知った。でも契約を結べばディーネは恋を失ってしまう。契約し主を導く恋になることがディーネの役目。それなのに。ディーネ、心なんて知らなければこんなこと悩まずにいられたのに。ぬくもりなど知らぬ冷たい水のままでいればよかった。ディーネ、テレーゼは君との契約をなんて言ってるんだ。ディーネ。テレーゼ、どうしてテレーゼはディーネがこのままの姿でいてもいいの？ディーネは妖精、テレーゼが願えばどんな姿にもなれたはずなの。守護者の末裔であるテレーゼにふさわしい妖精の姿にだってなれたはずなのに。今のディーネの姿は弱くて何もできない、守られるだけの役立たず。テレーゼに必要なのはもっと違うものだよ。ディーネ、私は今のママのティーネが大好きよ。私はずっと一人ぼっちだったから家族が欲しかったの。だからこの遺跡でティーネと出会えた時は本当に嬉しかったのよ。変よ、テレーゼは絶対変わってる。望めばどんな姿にでもなれるのに、ありのままのティーネでいいなんて変よ。どんな姿になってもきっとディーネはディーネのままよ。大切なのは姿形ではないの。大切なのはどんな形でも心でつながっていられるかよ。大丈夫、ディーネが思う以上に私はたくましい人間なのよ。でも、でもディーネもどうしていいのかわからない。スイヒ、俺はあの子に何かしてあげられることはないかな。ディーネはお主をただの人の良い甘ちゃんだと思って秘密を明かしたのではない。その心には秘めたる願いがあるのだ。秘めたる願い、そんなの気づかなかった。カイト、お主の望むと望まざるにかかわらず、今後もお主のもとには多くの者が集まってくる。俺のところに？なぜ？それはお主自身の行く末に関わる重大な問題でもある。しかしこのことは言葉で聞いて理解した気になってはならぬ。お主自身が体験して理解せねばならぬ。おい、スイヒ！そろそろ狩りの時間だ。どうした、カレル？気が進まないならお前だけ降りてもいいんだぜ。ううん、ユグ、その必要はないよ。僕も鳥の一員なんだ。任務はちゃんとやり遂げます。姫、落ち着いてください。落ち着いてなんか
いられない。だってテレーゼから救難信号が届いたんだよ。テレーゼは普通の人だもん。もしデモンズに襲われたとしたらひとたまりもないわ。いや、その可能性は低い。この屋敷の周りにデモンズ特有の破壊痕がないからな。しかし、その代わり何者かがこの屋敷に侵入した形跡が見つかった。テレーゼがさらわれたならそいつらの仕業だろう。一体どこの誰よ。どうしてテレーゼを。それはテレーゼがデモンズイコンの守護者の血を引くからなの。ディーレ、よかった、君は無事だったんだな。うん、テレーゼが隠れなさいって言ったから。やはり彼女は守護者の末裔だったのか。チェフティはこのことを知っていたのか。確証はなかった。でも調査にその名前が出て以来、密かに彼女を見守っていたんだ。しかし、こんなに早く彼女に危機が訪れるとは。すまない。そうか、ディーネ、一体誰がテレーゼを連れ去ったんだ。あの人は自分たちを鳥だって言っていた。鳥？まさかテレーゼをさらったのは。ジェフティ、考えるのは後にしろ。今はテレーゼの救助が先だ。もし彼女が本当にデモンズイコンの守護者の末裔なら、彼女こそが鍵だ。みんな先に行ってくれ。俺はディーネを安全な場所へ連れて行く。わかった、ディーネは任せる。みんな行くぞ。テレーゼ。大丈夫だよ、ディーネ。テレーゼは俺たちが必ず助け出すから。お兄ちゃん、ディーネ、どうしたらいいの。何を迷っておる。お主も守護者を導く者としての責務を果たすべきではないのか。あの娘と契約すれば、お主はギアに吸収され、二度とあの娘と話すことはかなわぬ。それを恐れているのだな。ううん、それだけじゃない。契約したらテレーゼが守護者の役目を背負ってしまう。テレーゼはきっとその運命に耐えられない。テレーゼを苦しめるなら契約なんかしたくない。しかし、お主を実体化させている力はもう残り少ないはずだ。このままでは消えてしまうぞ。それでいいの。ディーネが泡になって消えてしまえば、テレーゼは苦しまなくて済むから。そんなこと言っちゃダメだ。お兄ちゃん、消えるなんて言うなよ。ディーネは今ここにいるのに、ここに生きているのにさ。いつもそばにいてくれる人がいなくなったら、絶対テレーゼだって悲しむはずだ。たとえ声が聞こえなくなったとしても、ずっと一緒にいてほしい。そう望むはずだよ。でもディーネ、人間は成長するものなんだ。今はダメでも、きっと、きっとディーネの声がテレーゼに届くようになる日が必ず来るから。だから人間を、テレーゼを信じようよ。それともディーネはテレーゼのことを信じられないのか。テレーゼ。どんな姿になってもきっとディーネはディーネのままよ。大切なのは姿形ではないの。大切なのはどんな形でも心でつながっていられるかよ。
大丈夫。ディーネが思う以上に、私はたくましい人間なのよ。ダメダメ、そんなこと言われても契約はダメなの。あらあら、ディーネは私をまた一人ぼっちにしてしまうつもりなのね。でも、でも、ディーネもどうしていいのかわからない。ディーネ、私を信じて。私はあなたが大好きよ。だから私に、大好きなあなたを守らせて。テレーゼはディーネを守るって言った。ディーネもテレーゼを守りたい。ディーネはテレーゼを守る力になる。お兄ちゃん、お願いがあるの。お兄ちゃんの声でディーネの本当の名前を呼んで。俺の声。カイト、お主の声には秘められた力がある。その力ならばディーネを真の姿に戻すことができよう。俺にそんな力が。今は詳しく説明している暇はない。我が言う通りにディーネに語りかけよ。わかった。我、ここに汝の真なる名を呼ぶ。汝の真なる姿、清廉なる水の眷属にして波間にたゆとう乙女。汝の名は青き旋律の歌姫、アクアディーネ。ありがとう、水妃。うん。気をつけて。彼の目覚めの時は近い。その時はあなたが。うん、承知した。ディーネ、テレーザが待ってる。うん。この異様なマナの高まりはついに来たな。テレーゼ。その声はディーネ。私と共にあれば、あなたは幾多の苦難を味わうことになるでしょう。それでもあなたは私を、アクアディーネを受け入れてくれますか。ディーネ。いいえ、アクアディーネ、今までずっとそばにいてくれて本当にありがとう。そしてどうかこれからも私のそばにいてください。ありがとう、テレーゼ。誓約は成就されました。この力をあなたのために捧げましょう。無事遺跡の守護者として神獣との契約も済んだみたいだな。あとはあんたとそのギアを依頼主のもとに連れていくだけなんだが。テレーゼ！やっぱりそう簡単にはいかないか。あんたたち、テレーゼを返してもらうわよ。姫、あの子。すみません、皆さん。カレル、ちゃんと仕事はしろよ。はい。でも、できれば殺さないでください。わかった。努力はしてみるよ。人を直ってもう許さない。
参ったな。殺さないように戦うのって思っていた以上に大変だ。君たちは鳥と名乗ったそうだな。君が僕の知るあの鳥なら、君たちは。お察しの通り、俺はサイレントレイスのユーグ・セイレンだ。いつぞやはうちのカレルがお世話になったらしいな。君たちの目的は何だ。まさか君たちまで思考の英知を求めて動き出したのか。守秘義務があるのでお答えはできませんと言いたいところだけど、人質を取られていやいやウラノスに従っている悲しい身の上でね。君たちはウラノスに協力？驚いたか？俺たち自身も驚きだよ。どんな客だろうと金払いがいい客なら歓迎するけど、それでもウラノスからの依頼だけは受けないつもりだったんだけどな。さっきウラノスに人質を取られたって言ってたよな。一体誰を？ベルナー・バイスマン、マトリックス研究の第一人者、オルフェウス博士の助手だった男だ。ベルナー・バイスマン？我々が生き延びるには彼の助けが必要なのだ。助け？おっと、そこまでだ、ロディオン。あなたたちが言うベルナー博士は今どこにいるのですか？それが分かれば俺たちだってウラノスの命令に従ったりしない。そうですか。ま、何にせよ俺たちは負けちゃったわけだし、今日のところはおとなしく引き下がるから安心していいよ。随分と引き際が素直じゃないか。何か裏でもあるのかい？裏はないけど、強いて言えばあんたたちのことを気に入っているからかな。俺たちもウラノスは好きじゃないし、こんな事情じゃなければあんたたちのお誘いに乗ってもいいと思っているけど。あいにく君たちのような高額のバリアントを雇えるだけの余裕はなくてね。それは残念。それに本音が読めない相手と手をつなぐ勇気はないんだ。おしゃべりな男は信用できないって言うだろう。ひどい言われようだな。さっきの戦いも殺さないように気をつけてあげたのにさ。どうせ今日は引いても次は間違いなく始末しに来るんだろう。そいつは俺たちのところに舞い込む仕事の内容次第だ。セイレンですか。まさかサイレントレイスがウラノスに協力するとは。困ったことになりましたね。彼らがウラノスに協力するなんて普通じゃありえないからね。どういうことだ。彼らはウラノスによって肉体改造を施された者たちだ。彼らは実験施設を束ねていたオルフェウス博士を殺し、施設から逃亡した鳥たち。オルフェウス博士ってあのラジエルの書庫を作った天才博士か。ああ、晩年は心を病んでしまい実験に没頭する日々を送っていたそうだよ。彼が死んだ後、その混乱に乗じて多くの研究データが外部に流出したそうだけど、特殊な暗号で書かれた研究データを読み解けるのはたった一人だけだった。それがベルナー・バイスマン博士。
バイスマン、それって確か。テレーゼが幼い頃、事故で亡くなったはずの彼女の父親と同じ名前だ。そうか、テレーゼの本名はテレーゼ・バイスマン。でも、ただの偶然なのか？それとも。彼女の父は勤めていた製薬会社で起きた爆発火災事故に巻き込まれ、結局遺体が発見されぬまま死んだことにされている。なあ、その火災事故が起きたのは何年前の話だ？資料だと10年ほど前のようだが。晩餐会に集った13人の博士が次々に殺されたのも確か10年前だよな。少しは頭の回転が良くなったようだね。確かにオルフェイス博士とその助手ベルナー博士は晩餐会の一員だった。しかしそのベルナー博士と事故死したテレーゼの父が同じ名前だったとはいえ、安直に同一人物と考えるのはどうかと思う。ここは晩餐会の一員だった船長を含めて話を進めるべきでしょう。それもそうだね。船長はこんな時に話し合いに参加しないで何をしているんだ？船長にもいろいろと考えたいことがあるのでしょう。ウラノスに対抗するためにサイレントレイスの力を借りることができなくなりましたから。サイレントレイス、あいつらはやっぱり強いのか？強いでしょう。強くなければウラノスを敵に回して生きながらえることはできませんからね。無様だな。不本意なウラノスからの依頼とはいえ、任務失敗とはお前らしくないな、遊具。まあね、どっちつかずのコウモリもいろいろと都合があって大変なんだよ。それよりあんたが俺なんかに話しかけたりして大丈夫なの？分かっているなら手短に話せ。状況はどうなっている？警護の話ならいつも通りだよ。ただ寂しがっているみたいだね。あいつが無事ならそれでいい。他は？アビーの方は表立った動きを見せる気配はないね。それでそっちの方はどう？本当にベルナーの行方はわからないままなの？まあそれに乗じて妙な動きを見せる奴らが現れるのが面倒だな。ほんと面倒だね。アビーを殺してどうにかなる話でもないし。遊具、そう睨みつけるな。仕事の邪魔はしないし、アビーにも手は出さない。裏切り者や重大な違反者の始末はあんたの仕事だからね。まあ始末をするにも違反や裏切りの証拠が必要なのだ。いつもながらお前は誰の味方なんだ？さあ、少なくともあんたみたいに払いのいいお客様を裏切るつもりはないよ。君の身柄は我々で保護させてもらおう。はい、よろしくお願いします。そうだね。困ったことがあったらサラを頼るといいだろう。サラ、お願いできるかな？もちろん、任せておいて。それにしてもあのベルナーの娘か。父
をご存知なのですか？遠い昔、まだウラノスが真っ当な組織だった頃の話だよ。彼はバード刑事研究所のオルフェウス博士の助手で、少し影のある若者だった。そうだね、君と同じで強い日差しの下ではなく、木陰の下で咲くスミレのような高潔さを感じさせる人だったよ。私は父の顔を知りません。いいや、君は毎日彼に会っているはずだよ。君の面差しは彼によく似ているからね。船長、そろそろ。うん、そうだね。まずは誰かに案内してもらって船の中を見て回るといいだろう。はい、そうさせていただきます。どう、テレーゼ、少しは落ち着いた？ええ、皆さんが優しくしてくださるので、とても安心した気持ちでいます。ディーネの様子は？そうか、やっぱりディーネとは話せなくなってしまったんだな。でもディーネはきっと君が成長してまた話せるようになるのを待ってる。カイトさん、そうですわね。ディーネのためにも早く一人前にならなくては。ああ、そうだな。わかんないけど、船の中はとても広いのですね。テレーゼの家だって広くて立派なお屋敷だったと思うけど。そうですね、贅沢な願いなのかもしれませんが、私は小さなお家に憧れていました。一人ではあの屋敷は広く寂しすぎましたから。でも広さが悪いのではなく、本当はいつでも誰かが近くにいてくれることを感じていたかっただけなのかもしれません。今度は屋敷の広さと静寂さが恋しくなるかもしれないぞ。なんせあのサラと同室になるんだからな。はい、とても賑やかそうで楽しみです。まだ至らぬ部分が多々あると思いますが、いろいろとよろしくお願いします。ああ、こちらこそよろしくな。この子は。思い出して、あなたの大切な。みんな大好きだから、僕がみんなを守るんだよ。あの約束だって。ああ、わかった。うん、僕頑張る。カイト、君の大切なものは何だい？やめろ。君が私の秘密を守ってくれるなら、私は君の大切なものを命に変えて守ると誓うよ。やめろ。お前が、お前が殺したんじゃないか。信じてたのに、信じてたのに、こんな嘘、もうたくさんだ。カイトったら起きなさい。俺どうして？もう、どうしてだなんてこっちが聞きたいくらいよ。こんな冷たい床の上に転がっていたら風邪ひいちゃうでしょ。
しょ。あれ、俺はしご降りていって、その後どうしたんだっけ。もうさっきから何寝ぼけたこと言ってるの。俺ここで何をしていたんだ。にゃー、もう書いとったら本気で大丈夫なの。よくわからない。カイト、君がこの扉を開けるには少し早かったみたいだね。フライ、君の傷ついた心はまだ過去と向き合うだけの準備ができていないんだ。俺が過去と向き合う？大丈夫だよ、もうすぐわかるはずだから。じゃあまたね。結局何だったんだ。